さあそれではレギュラーステージ第5試合ラウンドワン見事完封勝利となりました戦法務めましたマーコ G に来てもらいましたお疲れ様でしたお疲れ様でしたありがとうございましたいや新潟の正義が <laughs> いよいよなんか無双だったね <laughs> いかがでしたか振り返ってみてそうですねえー、っとまあ、感覚的には緊張するかなと思ったんですけど、うん、あんまりしなくて多分ぶ 飛んでたかもしれないですね。記憶があってこと。そうですね。それだったのかしら、あの筐体に関して、指差し確認をずっとしてたよね。そうですね。なんか間違えると怖いなと思って、よしよしと。確認させていただきました。電車が好きとかじゃない。だよね。いや、何だったのと思って。いや、ただその指差し確認が一曲目終わった後に。ガッツポーズになってて。いや、本当に。やっぱり相手の。 選挙区をカウンターできたっていうのは本当にこう自信だったので、うん、どちらかというとこう有利な精神的に有利な状況で自分の選曲に持ち込めたっていうのがマコジーとしては初戦でしたけれども、はい、振り返ってみてみいかがですかそうですすかそうねやはり、えー、試合前、インタビューでもお伝えした通りチームラウンドワンい,い,いっぱいを期してしまってとても今日気合が入ってたんですけど、うん、それを結果で。 お見せできたんじゃないかなと思います。チームランドワン、これからも皆さんの怖い存在でありたいと思います。よろしくお願いします。本当にその顔が真剣な表情になっている時、むちゃくちゃ輝いてたんで 2>, い2戦目3戦目とまた期待しておりますので、頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ラウンドワン中堅戦こちらも新伊達でした。クレイ選手にお越しいただきました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、もう何がすごいって。まずサーフォンザライト。 <laughs> まさかの、まあ、泥かぶりと <laughs> ね<え>、全くの予想外でしたね <laughs> ただまあソフランとしてはね、そんなに曲数もない中、この曲を選んだのは、これ自身はどううででしたそうですねあの僕にとっては、あのー、去年、まあ、アンサー君と同じチームでやらせてもらってて、うんはい、で結構、あのー、そのギアチェンの仕方とかも、いろいろ教えてあってて、うん、まあこれが俺の答えだぞっていうところを。 投げたそのはあ<ー>もうまた杏沙君から同じ答えが返ってきてしまったもう答えと答えが一緒になった <laughs> なそうなんですよ <laughs> はあ<ー>最後にアンサーとちょっと話してたみたいですけどそうですねあのお互いまさかの選曲だったっていうことを話してました <laughs> <laughs> でも本当にこの曲で、うん、あれオプションはどちらも ラン,あランダム僕はミラーでやったのかた、はい、あれアンサーに関してはランダムだったと思いますおうおうそのあたりのオプションの違いについてはどうでしたかあそうです、ね、あのてっきりそこは同じ固定オプションでくるのかなと思ってたんですけどそこはあの僕の答えの読み違いでした。<laughs> <laughs> <laughs> でも結果としてはね、そうですね、新手でしたけれども、はい、あの本当に先方のマコジー君がいいバトンをあの渡してくれたんで、うん、そこは答えないとと思って、頑張りました今回、ラウンドワンにとっては完封勝利ということになりました、はい、これって次、次戦に向けては、少しプレッシャーにも、でまたいい期待にも、うんえー、変わるかと思いますが、いかがでしょうそうですね、この流れに乗って、次の試合もあ勝ちたいと思います。うん、ぜひ頑張っててくださいいい期待ししししおおおりりまますすはいはい、ありがとうございますクレイ選手でででたたた疲疲れ様でしたお疲れ様様 さあ続く大将戦、見事こちらも2たてのたか選手です、お疲れ様でした。お疲れ様です、ありがとうございます、振り返ってみていかがでしょう、もう本当に疲れました。全 <laughs> ね、あのー、戦とこちら、どちらも2たてずつでも、4勝ですけども、はい、いかがですまあ僕はやっぱりチームのキャプテンとして、その試合の流れを作っていく立場だと思っているので、まあ、でも今回は、ま小路井選手とクレイ選手に助けられました。 そう 2>, 2人がやっぱり似た見立てしてくれたからこそ僕もやっぱり最後までやりきらなきゃっていう気持ちで全力で出し切れたかなと思いますにしても1曲目のサムライスクランブルスクラッチでフルコーンピッカピカでしたけれどもはい、うん、やっぱりもうあのエグジット選手はもうほん僕が多分小学生ぐらいの頃から、まあ、動画サイトだったりでお見かけしていて本当憧れのプレイヤーの1人だったんですね、うん、でここであのバトルさせていただけたのも嬉しかったんですけどやっぱりその ダブルプレーを得意にされてる方なので、片手がめちゃくちゃ上手なんですね。はいうん、で僕、片手苦手なので、必死に必死にこの1ヶ月間、全力でもうスクラッチばかり磨いてきたので、その成果が出せたんじゃないかなと思います見事、じゃそこを克服して、はいもう1ヶ月ずっとスクラッチだけやってたので、うん、あの時勝ち名乗りで、つい王者の高て言いそうになったんですけども、はい、今回は赤き挑戦者と。そうですね前回の BPL 2021では敗れてしまったので、うん、心を入れ替えて一から挑戦者として今年は頑張っていこうと思っています王者がまた挑戦者の心意気を取り戻したほど怖いものないんですけどもはい僕も正直今年というかみんなのレベルが上がりすぎててすごい危機感を感じてますい逆に、はい、それだけじゃあその中で切磋琢磨してさらにじゃあ第1位優勝を狙っていくと、はい、いうことですね、はい、今のラウンドンの空気ちょっと教えてもらっていい仲間の そうですねもうあのさっき、井川選手が泣いてて、やっぱそのチームメンバーでも必死に練習してる姿をお互いに見てきてるので、やっぱり僕もちょっと、もうこの辺まで涙きてたんですけど、こらえましたね、ちょっと優勝まで取っておくそうですね、最後にあの嬉しい涙を流したいので、うん、この時まで涙は取っておきます期待しております、ぜひ頑張ってください。はいいい頑張りりりままます豊か選手でしししたたたああががととううごござざコナミ